はいえでは皆さんこんにちはレックセニン講師の木村です皆さんこんにちはレックセニン講師の松本ですはい、えー、先日、うん、基準点発表ありましたねそうですねどうですかどうですか <laughs> <laughs> いや率直に言って、うん、思ったより一問高かった。うん そうですね木村先生あれですもんねんその解説動画速報ですかねその中でもまあこれぐらいかなーってお話ししててで私もやっぱり13問くらいかなーっていうところは思ってたんですけれどもうん、うん、皆さんよく学習していただいてたっていうことですねいやでも実際簡単じゃなかったとっいますね。 何かできるんですけれども、うん、その後の2択が 2> うん,うん細かい足多いなーっていうのでいや本当にでこう足ごとに見てみるとやっぱり細かいの結構あったそうですよ、ね、初めて見るようなものもあったんで、うん、まあ本当に2択に絞って逆いっちゃったっていう声も割とあったかな。うん、ただ 蓋を開けてみたらそうです、ね、なのであの皆さん知識というよりも、うん、あの二択になった時にどっちの方が正しそうかな、うん、どっちの方が間違ってそうかなっていうその理解から、ね、きちんと判断できた方が多かったんじゃないかなというふうに思います、ね、結構民法なんかでは私は割と言っていて、うん、でも最悪も常識的に考えてこっちかなっていう方を選んでなんていうのを言ってたんだけど、うん、まあ不当法でも割とそういうことたかないですか。 だから割とねちょっとがっかりしてる声もね聞くんだけど <laughs>、うん、まあただやっぱりそこじゃないよね。そうですね基準点はまあ超えて当たり前、うん、うんだからやっぱプラスね3問とか欲しいなって、ね、まあこれは毎年ね言ってるんだけどそうするとやっぱりね14取れたわーいって言ってる人はいないよ、ね、ちょっとねそれだとなかなかなんでしょうね合格っていうところは考えにくいかなっていうところ、ねうんうん、まあ実際そんな人はいないと思うんだけど結局だから気になるのは 記述の基準点か<な>うん,うんまあねいろんな予想をされてる方いらっしゃいますけどで,す、ねうん、でも実際今年はどうなの土地難しくないあれで基準点予想ってう <laughs> そうですねあの建物の方はまあ比較的こうかなっていうのはあ,のあるんですけれども、うんうん、土地ですと、うん。うん 実際にね受講生の皆様にアンケートなんかも取らせていただきましてでレクとしましては3筆分泌を模範解答とさせていただいてるんですけれどもアンケートの結果ですともほとんどの方が筆っていうところでしたねアンケートの結果見てもそうだし個人的にやっぱりいろいろお話聞いてもほとんど2筆ただ当期の目的は注目変更合ん。みんなかけてる。 ただその二筆の分泌の仕方も結構バリエーションがあるんですよね結構多いのはやっぱりもうズバッと切っちゃったっていうのがあってね,そう,ね、うん、そうするとやっぱりあのひっかりどっちなのみたいな論点がね,ね、うん、意味をなさなくなっちゃうのかなただあの問題見てみると結局もうどっちにしても、うん 最後ままでした人はは私望みあると思ってすよ実際のところ基準点どれぐらいなんだっていうお話はあるかと思うんですけれども正直に申し上げてこれは何でしょうね採点にもよるとしか言えないと言いますかね同じ問題でもやっぱり当初ある程度これぐらいで採点しようかなっていう思惑はあると思うんですあると思うんですけれどもやっぱりちょっと蓋を開けてみますとなかなか今のままの採点だとちょっとね差がつかないと言いますか。 そううなってしまうので、うん、まあ,ある程度の、ね、ちょっと皆さんがなんでしょう、ね、落としちゃいけないところに、まあ、ちょっと配点多めにしようですとか、うん、まあ逆にちょっと細かいよねっていうところは少し、ねうん、あの低めに設定されていったりですとか、まあ、そういうのもありえるので、うんはい、なので、まあ、具体的に何点というところ、うん、もし例年通りで例年通りのま採点基準で、うん、特に、ね、調整なんかもされてないよということであれば、うん、一応私は記述の基準点 まあ29から30ぐらいかなっていうふうには一応思ってたりはしますうんうん、うん、調整っていうとねなんかちょっとなんか悪いことされるの、うんね、っていうね、まあ、でもそういうことじゃなくて結局ああいった問題が出ちゃうと、うん、まあ例えば図面 2>,、うん、2筆に書いた人、まあ、ほとんど聞かないけど3筆に書いた人。うん まあ,あとはね文豪室予想でもともと L 字型に切ったとかまあいろんなことが想定されるけれどもそれどこでじゃあ減点していくのかどこの部分を拝点 重きを置くくのか、うん、それによよっっっててやっぱだいぶ変わってくると思うんです,よです、ね、例えばまあこれだけ今回ね、まあ、去年もそうだけど穴埋めの問題がたくさんあったでしょ、うん、あそこの部分の配点を少し高めに設定すると、うん、それだけで記述の基準点ってまあ例年通りだったり、ね、あとはちょっとまあ上振れしたりっていうこともあるかもしれないし、うん、まあ通常の採点方法だとやっぱりまっちゃん言ったように、うん、まあ30点切るようなことも考えられる。うん 結局だからそこの点数の予想って正直無意味だって思っててまあ,これあの先日の詳細解説会とかまあ私も SNS なんかでもね発信しちゃってるけれども点数自体に本当にそんなに意味を見出せない、うんね、なのでどちらかというと内容ですよねどれぐらい皆さん回答できましたかっていうところでまあ建物については比較的なんでしょうねまあ土地に比べたら解きやすかったんじゃないかなっていうところで。それも比べたら、うん っていうところであって、ね、あの登記の目的をガンガン練習してた人って絶対いないと思うんですよ。すね、なので、うんうん、その特にね。あの合併後の原因及びその日付欄なんかですとうん、うん、書き方わからないよ。っていう方はいらっしゃると思うんです。けれどもうん、うん、まあそれ以外まあ、図面なんか、うん、まあ比較的。 土地に比べたら作成しやすかったんじゃないかなっていうところをねだからかけるところ書いていくと割と点数はつくのかなって思っててそ,、ね、そうだからさっきねちょっと話してたけれども八割ぐらいそうですね建物についてはっていうところで、うん、そうだからあれでちょっとパニックっちゃったっていうと困るけどただまあ変更かけて 合併して、うん、で合併後引分建物になるよっていうことはやっぱりね読み取れるよね。そうですね。うん、で読み取れますと図面はねもうある程度完璧にはもう作成できると思う。図面はミスっちゃダメだよ、ね。そうですね。うんうん、でそれに対してまあ土地っていうわけじゃないですけれども土地はただし穴埋めと座標値は、うん、まあ皆さんなんとか書いてきていただけたんじゃないかなって思いますとやっぱり先ほどの建物八割とまあ土地でその穴埋め 座標値書いていただいて登記、うん、の目的と図面については、ね、どうなるかわからないですけれども、うん、一貫してご自身の考えで、ね、答案を作成してきた方というのは十分、望みがあるんじゃないかなというふうに思っています同感です。はいはい はいまあ、じゃあ予想しづらいっていうことで、うんはい、まあ大体記述の基準点が、うんうん、2930それぐらいかなと思いつつ、うん、そのぐらいだとじゃあまあ仮定して、うんはい、でじゃあ択一の方がまあ14でしょ、はい、総合ちょっと考えてみましょうか。うんうん これはですね平成28年から、えー、一応令和5年、まあ、今年で、ね、まだ当然出てないものあるんですけれども、うん、まとめた表になります、うん、じゃあまずちょっと択一振り返ってみましょうか改めて択、うんはい、一基準点が14問、うん、ですけれども当然14問だとちょっと難しいなっていうところ、うんうん、さっきも言ったけどねプラス3問ぐらいはやっぱりね、うん、欲しいよねそうなるとまあ17問ぐらい、うん、で42.5点ぐらいですか、うん、はいで記述については うん、先ほどもから29点から30点かなと言いつつもちろん、ね、点数については分からないんですけれども、うん、建物についてある程度しっかり回答できてで土地についても穴埋めと座標値しっかり書いてそして、ね、どうなるか分からないですけれども一貫して申請書と図面書けた方っていうのは基準で乗ってくるんじゃないかな、うん、やっぱり感想大事だよねね本当にそうです、ねうん、悩んで手を止めてしまうのが一番もうだ、ね、め、うん、なわけですから。うん そうするとやっぱりこの令和2年起こ、うん、りますから、はいうん、あの年とかって結構やっぱり近いものがあるかなって個人的には思ってる。 もうちょっとねあの、うん、昨年度が全然参考にならないのですね令和2年3年あたりが、うん、まあ近いんじゃないかなというふうに思いますね、うん、令和2年はやっぱりちょっと建物の問題で面食らった人結構いた年、うん、そうですねそ,うそれでもやっぱりやりきった人が合格できてる、うん、それ考えるとやっぱり今年の土地に関しても同じようなことが言えるんじゃないかなそうでですね、うん、なのでやっぱり卓一がで 記述が29点から30点というところを考えると総合の合格点としますとまあ72うん72 3まではいかないかなって個人的ごめんそうですね <laughs> 個人的な感想ぐらいで落ち着くんじゃないかなというふうには一応思ってはいます。 はい、えー、じゃあまあ今年はあんまりね基準点具体的に予想を言うつもりはなかったんだけれどもまあさらっとねちょっと言っちゃったけど、はい、まあよく聞かれるのがじゃあ合格発表までどんな勉強したらいい、うん って聞かれるそうですねでも、いずれにしましてもんでしは記述もばっちりであとは待つだけだよていう人はそうそういないと思うんですよね。なのでやっぱり少なくとも筆記試験の合格発表まではまず学習を始めていただく継続してていいただくっうことになりますね確かにでも結構、アンケートを見た感じだとそんなに例えば19、20取れてるっていうね択一、そんなにできてるっていう感じも。 そうですねねそそこまでではいいららっっしゃらないかなかていう印象です、ねうん、そうするとやっぱりあまりに記述の方ばっかり目が行きがちになるのは危険かな、うん、それ怖いですね。うん、なので皆様ご自身に合った学習っていうのはやっぱりしていただきたいなというふうに思います。はいでその中で、はい、レックではですね一応学習経験者向けにというところで4つのコースなんかをご準備しております。で今お話ししました通りまり、あ、点数やね出来によって選んでいただきたいんですけれども択一。まあ 基準点割っちゃったよなんていう方もね、まあ、もちろんいらっしゃるわけで、まあ、そんな方にはそうです、ねえー、ベースアップコース、うん、一から学習するのであればベースアップコース。 でもちょっと一からっていうほどではないんだよなっていう方であればまあ左上のフルコースなんかをねお勧めさせていただいておりますこの二つはもうテキストがついてるんで,で、ね、やっぱりもう基礎からやり直すんだったらこれどっちかかなっていうところかな、うん、あとテキストあると復習が本当にしやすいですねうん、うん、戻って周辺知識まで一緒に合わせて学習できるっていうところでお勧めにはなったりします、うん、テキスト売ってくださいみたいなね声もねそうですね本当に多いんだけど ネックのテキストでも物いいですからね。うん、間違いない。そうですね。講義もいいけどね。<laughs> なので、あのテキストついてるね。学習したいよっていう方であれば、左上のフルコースです。とか、まあるいはベースアップコースなんか選んでいただけると嬉しいかと思います。はい、はい、そしてあの基準点には載ってるよ。うん、着実に乗ってるで、記述はちょっとわからないよ。っていう方にはね。b コース c コースのコンパクトコース、あるいは書式強化コースなんていうものがおすすめだったりします。 でこの2つのコースよく悩まれる方がいらっしゃるんですねどっちの方が自分向いてるんだろうって方いらっしゃるんですけど先生どう思われますか 書式強化コースっていうと、もう本当にもう卓一はいいよっていう人以外は結構危険。うんねうん、いや、進めといたら危険はないか。<laughs> <laughs> あの、うん、書式強化コース選ばれる方でも、一番本当に陥りやすいのが。あの、次の年になって、卓一のレベルが落ちちゃったよって、もうこれが一番もう怖いわけですねそう。調査試験一番怖いのって、それの繰り返ししてる人。そうですね。うん、今年卓一ダメだった、だから、記述やった。うん でまた記述やって今度は択一がおろそかになって択一がダメになったってもうその繰り返しがね非常に多いなので少しでも択一の学習についてご自身で完璧にできるよっていう方であれば書式強化コースなんかもちろんねおすすめできるんですけれどもちょっとでも択一自分でやっていくの難しいかなって思われる方はコンパクトコースを選んでいただきましてでコンパクトコースはオプションで他にね何か自分が苦手とされるところをね足していくようなこともできますので是非ね悩まれるのであればコンパクトコース選んでいただけるとよろしいんじゃないか かなないいいかとうに思います、はい、えじゃあ最後になりましたけれども、まあ、今年に関してはやはり試験直後はもう結構皆さん落ち込んでいる方がたくさんいらっしゃって、えー、まあ本当にもうやめたいという声も実はあったんですねで。私もそういう声を聞くのは本当にちょっつらかったんだけれどもただ冷静になってもらってでもうやめるんだったら来年もう1回やってもいいんじゃないか。 でそんなアドバイスもしたらやはりこの間の詳細解説会の時はもう1年頑張りますっていう声を、ね、あのたくさんの方から頂い,いたんですねなので、えーまあ、この年末年始利用してでここまでのやっぱり復習っていうのをちょっとやっておいてもらいたいもうこれはあのどのぐらいの,あのレベルにねある人も同じ、ね、もうとりあえず手を止めないで、ねまあ、復習をしながら、えー、合格発表ちょっと待ってほしいなというふうに思います。 でえー、合格していたら、もうそれは口術に向けて、そのまま突き進めばいいし、残念な結果だったら、それはやっぱり切り替えてね、しっかり一緒に頑張っていってほしいなっていうふうに思っています、はい、先ほどもね、少しお話ししたんですけれども、今年の記述については、もう完璧だよって方は、もうほとんどいらっしゃらないです、いらっしゃらないので、まずはね、そんなに悲観することなく、学習を続けていただく、そして、まあ、先ほどね、お話しするつもりはなかったって少し。 お伝えしたんですけれども基準点とかあるいは総合の合格点ですとかまあそういうものにあまり一喜一憂することなくもう淡々とねまずは筆記の合格発表その日まで学習をね続けていただきたいと思いますということでよろしいですよね木村先生はいそうですね、はい、じゃあまあとりあえずは学習を続けてもちろん合格発表まで待ちましょう、ね、そうですね、はい、で合格発表後にまたねどっかでお会いできればと思いますはいはいそれじゃこれで終わりにしたいと思いますさよならさよなら